麻雀遊戯王。皆さんおはようございます、小林亮です。向こうからマイク回ってくると思ってそれまでに話考えようと思ってまさかのここにありましたやべえ、何も考えてなかったいやもう離れしてるでしょうに。これ喋るのは苦手なんですね、残念ながらね歌うとちょっと近所迷惑なんで遊戯王たまに出させてもらってるんですが、いや質問はやらなくても僕のようなことになってます。次からのオファーもお断りしますので、皆さん期待しないで、他の方のお待ちください。今日はよろしくお願いします。皆さんおはようございます。おはようございます。 M リーグリポーターの松本佳代です。まず何をお話ししたいかというと、とりあえずこの場にいることができて本当に良かったなと皆さんね、気づいてない方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、松川さん、松川さん、今日何時に起きたんですっけ。私ね、目が覚めてパッて携帯見たら11時17分で風呂すら入ってないやばくない。ちなみに本当は10時に起きて11時ぐらいにもう家を出るつもりだったの。そしたら11時17分でびっくりしちゃった。感想マジで本当に私だから仕事はガチで飛ばしちゃったりしたこと今まで一回もないのよ。今回バカしはマジで飛ばしたと思って、でもとりあえずタクシーで行こうかなと思ってバーって携帯で調べたら、なんか1時間弱かかりますみたいのが出たの、携帯で調べたら。で、なんかこれ積んだやんと思って、あ、終わった、星野さんに連絡しようと思って、よくよく携帯見たら私入れてたの、八王子なるほど。そうね、マジタクシー爆速で飛ばしてここまでたどり着くことができました。これも一人に皆様の日頃からの応援のおかげだと思っておりますちょっと今後の私の仕事にどういう響くよねでもこれ覚えててほしいのはちゃんと12時の台本には間に合いましたから、間に合ったことですよね。時間だけはしっかり間に合う女です今日はちょっとあまりにもギリギリだったので、いつもやるプロのみんなが私より下だったなみたいな生意気なことは今日だけは控えておこうと思います。おあ、やりなかったお客様の方からって聞こえたけれども、あの本当のプロ側の方は皆さん無言でした。でもやっぱりなんか日本って民主主義じゃないですか、大変だと思うんですよあの、ね、これも初めて聞く人は分かんないかもしれないですけど、まあ、あの私以外プロじゃないですかってなったら松川より弱いわけがないんですよ。だからだよこれ、個人成績が松川より下だったら罰ゲームありますよっていうバトルをやっております。で今この人たちやりたくなさそうな顔しました。やりたい人拍手でお願いします顔やべえなお前らってことで、でもしょうがない、多数決なので、松川より下だった皆さんにはどうしよう、罰ゲーム適当にやるということで思いついたらまた発表しますってことで、今日はよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。めでたく8月いっぱいで契約が満了いたしまして元赤坂ドリームズとなりました村上純です。私は星野さんに11時半までに来てねって言われたので11時20分にはここに着いておりました。そうですね、はい、社会人というのはそういうものだと思ったら赤坂ドリブンズではなくなりましたが、やっぱ M リーグをね、これからも盛り上げていきたいですし、まあ、来年ちょっと来年はさすがに難しいかもしれないですけど、 M リーグは今のところ辞めて戻った人いないんですよ、まあ、ちょっと石橋さんに悪いんですけど、朝ペンにはあまり悪くないか第一号はやっぱり、なりたいんで、はい、まあ、これからとにかくタイトル戦だったり YouTube 活動ですね、今新規リーグとかもやってますし、そういうので M リーグをね盛り上げたり、こういったイベントで M リーグを応援してくれる皆さんと交流したりという活動を、まあ、半年ぐらい一生懸命続けて、ちょっとねネットではあんまり人気ないんですけど、でもね結構会場でお会いするとあ、村上いいやつだなるんですよ本当です本当です。なんかねネット上だとね遊戯王とかね近代麻雀とかでめちゃくちゃ叩かれてるんですけどしかもそれをね中林さんってのはそれいじるんですよね。もう昨日もずっと炎上で多分10回ぐらい言われて最近ちょっと炎上芸人っぽくなっちゃったんですけど、とりあえずそっちはまあそれで置いといて、麻雀の腕と発信力で来年また M リーグ目指して頑張りますので、今日はその第一歩としてとりあえず松川に負けないように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松川さんお願いします。はい、
皆さんおはようございます。おはようございます。クセは間違えるみたいな持ち方クセありますね。ポロッと人はっきり見たわ。いやいや、それでもクセがあるんだよな。普通包み込むように持つなんですが。いや可愛いな。ちょっと何喋ようか飛んだんだけど実はですね、先日足壺を初体験してきまして、わー来たよ。まあなんかみんな痛そうな顔してるからもう全員演技だろうと、思ってたんですよ。そんな痛くないだろうと、まあ、実際はすごいことになりまして、ちょっと見ていただいたら分かると思うんですけど、本気で泣いてるんですよ。ヤセさんが泣いてる。みんな普通に手でやるんですよね。はいはい、手でなんかね武器を取り出して。待ってください。足つぼに武器とか出てくるんですか。いやね、本当すごかったのよ。本当すごかった。本当にもうニヤニヤしてるんですけど中林さん。で中林がトップバッターで、はい、で僕は最後だったんですよ、その日。はいはい。はい、だからまあちょっとなんかやられるんだろうな的には少し思ってたんだけど、はい、まさかこんなことになると。気になる。これ気になる方は動画がアップされたらちょっとぜひ見ていただきたいんですけど。ということは皆さん、松ヶ瀬さんの回にぜひね出るのをお待ちください。あいつ泣いてるよと。でも今日も麻雀で泣いちゃうかもしれないからね。動画しないからね。しないというわけで、今日はよろしくお願いします。最後の方、中林さん、お願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ユネットパイレーツ中林です。今日よろしくお願いします。急遽、相川さんがですね、体調を崩されて、はい、まあ、参加したように見えるじゃないですか。実は僕のスケジュール見ていただくと、7月末ぐらいにもう9月この日麻雀遊戯王で入ってるんですよ。自分でエゴサしてもこの麻雀遊戯王のゲストに全然出てこないなと。で2日前になってもまだシークレットゲストだろうなって。でもいつまでシークレットしてるんだと思って小泉さんに連絡したんですよ。はいはい。この日って麻雀遊戯王のゲスト大会ってありますか。あるよ。え、僕はいますって言ったら、いないよって言われて、で中林は11月二十何日入ってるからって言われて、なんか3つ候補に出されたんですけど、その中の1個だけ11月二十何日でダメって送ってるんですよ。あ、逆に。そうなんです。それでキャンセルになったんですね。中林11月キャンセル、キャンセルになりまして、はい、で相川さんが発熱されて、本庄さんピンときたんですよ。中林空いてるじゃんって。そういう背景がありまして、僕は全然なんていうんですか、すっかるでわざわざこういるわけでもなければ、いいやつだからいるわけでもなく、もともとこのゲストの予定だったので。完璧ですね。そういう、そうなんですよ。皆さん勘違いでしないでいただければなと思います。というわけで今日よろしくお願いします。皆さん中林さんということで、本日このようなね、もうめちゃめちゃ豪華なレンズで麻雀をしていただきましょう。ということで、まずはゲストの皆さんお席についてください。はい、皆さんこんにちは、プロデューサーの池です。本日はですね、多分14回目のお二人になっておりまして、8月の13日に麻雀遊戯王は5周年を迎えました。ありがとうございます。何も用意ないんですけど、星野さんが先日50歳の誕生日になられましたよ。おめでとうございます。今日はですね、スポンサーの方々も来ていただきまして、ピンクイオンさんとですね、一休さんから商品の提供が全員にありますので、2回戦目終わったら皆様にお配りしたいなと思っております。でまたですね、南州屋さんとママハウスさんからも商品の提供がございますので、こちら着順に応じたプレゼントとなっておりますので、こちらもお楽しみいただければと思います。足つぼの件が今、ゲストの方からお話しいただいたと思うんですけども、女優プロが、基本的に多く登壇させていただいたんですけど、今回ちょっと男性メインだったんで、引きのアングルはあまり取らずですね、ご利用顔のですね、いただっているところいっぱい取ったので、ぜひですね、お楽しみにしていただければと思います。一応5周年企画という形でいっぱい大量に取りましたので、こちらもぜひお楽しみいただければと思います。今日はよろしくお願いします。初老になりました、面白いです。おめでとうございます。50歳になって、あ、本当ついてるなと思ったのは、中林がスケジュール開けてた。ほんとびっくりして、で翌日に相川さんが体調不良ということで、今日はちょっと一人ちょっと足んなかったみたいなので、放送入らせていただきます。今日よろしくお願いします。そうしましたら、一度皆さんは先にですね、ハイパイを取るところまで進めていただければと思います。さあ、それでは参りましょう。皆さんお待たせ
こちらにお越しいただいた際にアンケートをご記入いただいておりました。皆さんが答えたアンケートの順位をゲスト全員で協力して予想してもらい、投票が多い順に並べていただきます。でそのランキング順が合っていたら OK なんですけれども、今回の場合は5人順番に並べてもらうんですけれども、そのうち2人以上当てられれば OK、 お客様にももちろん参加していただきます。 A 2人以上か B 1人以下か、つまり、ゲストのみんなが2人以上をランキング通りに当てられていれば A、 1人以下であれば B という感じで予想していただきます。最後まで残ったお二人にこちら今日のゲスト全員のサインが入った T シャツをプレゼントしていきます。頑張って当ててください。それではまず第1問いってみましょう。こちらです。本日のゲストの中で一緒に食事に行きたいと思うのは誰でしょう。これエグないなんかそんなエグいもんだよ。お客様にはですね、もうこの時点で選んでいただきます。2人以上ランキング通りに当てられると思う方挙手をお願いいたします。さあ皆さん、この後変えられないんでね、あげるのは今です。コラボ1位というだけは今5人の中で一致したんで、はい、それではクラボ皆さん並べてお願いします。とりあえずクラボさん1位は決定なのよ。おー、いやいやいや、こっから話し合うのまじエグいんだよ俺が選ばれるでしょ、私が選ばれる印象的なので皆さんで相談してもらって、待って予想やっていいかい。次、なんか一番奢ってくれそうな人待って、圧倒的に男子が多いじゃないですか。マジで扱うんだよ。いや、でも、ちょっと待って、それじゃない。多分2位だよ。でも、私3位がいい。そう、一人も1位あると思ったんだよね。え、やだ、だってこれさ、前の方行ってさ、もしかしたら違った、そうそう、いいですね。本当に来なきゃよかったってなるよ。でも、食べたら2位だよ。多数決だから。これはもう決まってんだよ。だから頑張って2位に行くわ。そうだね、頑張って2位に行くわ。ということは、どうしても1位、松川さんに行くんですか。僕も松川1位です。そう、皆さんの予想では松川さんが1位だと思うと、小林の飯行ってもつまんないよ。これさ、かわいかった番組のそっくりだね。これなんか我々さ、どうしたらいいのよ。我々に収まるのはやっぱ俺 B だと思う。でもなんかすごいさ、お腹のシルエットが全く一緒なんだよ。そうですよ。いや、その3人出すんです、だからずったんだと思う人が1出して。さあ、決まりましたか。中さんが最下位。はい。こっちにいたらすごく恥ずかしい。そうですよ、僕これ、ね、澄ました顔してますけど、もし中林よりだったらめちゃめちゃ言ってやろうと思います。さあ、それでは5位から発表してまいりましょう。果たしてゲスト生のこのアンサーアウトか、こちら5位、ということで、もうすでに1人外しました。そして第4位はなんとすでに2人外しております。ということは、ここの中林さんと松川さんが合うかどうかですね。そこがちゃんと中林さんじゃないとダメってことだ。そういうことですね。さあ、行ってみましょう。第3位、こちらの方です。正解となります。さあ、その皆さん、食べてください。なんか私のコラボになるの、めっちゃ恥ずかしい。
自分が人気ないの知っててじゃあお前ら分かってねえなっていうみんな分かってねえなって勝手に思い出したこいつらが分かってねえ。なんか1、2、3
気がする。うるさすぎて嫌っていうパターンもあるから。いやでも落ち込んでる時にうるせえなとはなんないっす。俺励ましたよ。まだまだ自己申告。俺も励ませない。でも確かにコバゴは、はい、コバとか無駄だよねとかって言ってえ皆さんだったら相談したい方誰なんですか。この中にいないんだけど。待って落ち込んでる時に松ヶ谷さんにすっごい美味しいご飯作ってます。あーそういうのいいですね。松ヶ谷さんは誰に会いたいですか、落ち込んでる時。誰にも会いたくない。もう頭からないって。こうしとく。あーそうね。だってなんか落ち込んでる時に中林さんがバイオハザードわーって言ってるの見たら元気出てる。これでいいんじゃない。はい、それではこれでファイナルアンサーといきましょうか。それでは見てみましょう。本日のゲストの中で自分で落ち込んでいる時に励ましてほしいのは第5位はこの方です。わっ、落ち込まないんで人の心もわかんないです。そうそうそう、皆さんのイメージだから。松本さんは自分が一
っていますが、ゼイさんは自分が一番ギリが出ている。どうします？自己評価は私マジでギリだから。でも、多分ゴーさんだと思います。もうパイレーツのしょうもない番組に出るのを理由に断ったっていう。いいとこの結婚式をサボって。いいとこの結婚式かな。パイレーツの番組に。あれよ、とりあえずみんな練習行ってみてよ。それでは行ってみましょう。本日のゲストの中で結婚式のご祝儀を一番包んでくれそうなのは第5位こちらの方です。マイクの方です。だからイメージなのよ、結婚に対してのなんかちゃんとね、松川さんは包んでくれますよ。そうイメージね。さあ続いて第4位見てみましょう。こちらの方です。さあ続いて見てみましょうか。第3位は小坂さんじゃないと。さあおっと、ここに来て全員持ちですか。てかマジで年齢順位だった。そして第2位は皆様、もしビリになるようなことがあれば全体の足つぼを受けてもらえますかね。全体ビリだった場合は、まあ、再度ドクターフットに連行ということで。俺もうだって鈴木先生の顔二度と見たくないもん。いや、中見さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日何位ぐらい目指します？いや、もう松川さんより上だったら僕はもう現役無理がの方にはかなわないんで。はい、なんかさ、まあいいやみたいなさ、なんか心腰が低いよね。全員優勝をちゃんと狙ってほしい。みんな私のことが気になってしょうがないんですね。逆の、多分逆の意味で。あ、なんと上がりが出た。ドラタンキドラタンキ本当に足つぼ向いてないと思うんですよ。本当に向いてないと思うんですよ。